急に夕立だなんて。最近は天気予報も信頼できなくて困るね。さて、このあと何をしようか。今の言葉、もしかして変な意味に聞こえたかな。ネットカフェなんて私も初めてだし、普通こういうところで何をするものなのかも知らないし、というかこの空間狭くて先生の顔が近い。先にシャワーを浴びてくるって、ちょっと、どうして？あ、雨に濡れたから髪を洗いに。ごめん。いや、気にしないで。ネットカフェにはシャワーの設備もあるんだね。見て先生、ドリンクバーが無料だって。エナジードリンクもあるかな。ネットも自由に使えるし、ドリンクも無料だし、これは素晴らしい。完全に私のような人間のための空間。ここにならいつまででもずっといられそうだね。今のも別に変な意味ではないから、誤解しないでね。